皆様こんにちは。クルーズの豊かクラブでございます。本日は当社クルーズツアーに同行した添乗員の声を紹介いたします。豊かクラブチャータークルーズ特別企画、パシフィックヴィーナスで行く秋の日本一周クルーズ8日間後半。秋の日本一周クルーズの後半5日目は、日本三景の一つ天の橋立にほど近い宮津湾内に漂泊し、テンダーボートにて京都府の宮津に上陸しました。桟橋近くの観光地として日本三文字の一つ知恩寺や天の橋立を南側から一望できる展望所天の橋立ビューランドなどが、少し足を伸ばせば船の収納庫の上に住居を備えた独特の伝統的建造物稲の舟屋や天空の城武田城跡などがご覧いただけました。この日も快晴だったため、夕方の出航時間には船内から素晴らしい夕焼けを見ることができました。本日のメインショーは吉文紀子さん、新津康平さん、片野敦子さんによるソプラノ&テノールで紡ぐ歌のアラカルト。オペラや叙情歌、カンツォーネなど幅広いジャンルでの美しい歌声に心が癒されました。6日目、浜田港に定刻通り8時に入港し、3つの招待ツアーへ分かれて観光へご出発。本船はツアーのお客様をお見送りし、9時に浜田港を出港し下関港へと向かいました。一方、お客様は3つのツアー、日本海を見渡す小さな岬に123基の鳥居が並ぶ元の住稲荷神社や、吉田松陰を祀る松陰神社を巡るツアー、山陰の小京都と呼ばれる白壁の町並みが美しい津和野や、外国貿易で栄えた時代の建造物など大正ロマン漂う門司港レトロ地区を散策するツアー、そして世界文化遺産厳島神社ツアーに分かれてご参加いただき、下関港にて本船へご乗船いただきました。通常港周辺が主な観光ルートとなるクルーズの旅ですが、今回は船を開港させることにより遠出の観光ツアーが実現しました。下関出港後は関門海峡をまたぐ関門橋をくぐり、美しい瀬戸内海へと向かいました。本日の夕食は10階後方スポーツデッキでのデッキディナーでした。新鮮な海の幸や果物、野菜、さらにはバーベキューエリアがあり、お好きな料理に舌鼓、過ごしやすい気温に穏やかな波風と、デッキディナーには最高のコンディションでした。7日目、朝日を浴びながら香川県の高松港へ入港。入港歓迎セレモニーが行われ、香川県副知事の西原義和氏にご出席いただきました。また岸壁ではうどんの振る舞いがあり、うどん県ならではのおもてなしを受けました。高松港からはこんぴらさんの名で親しまれている琴平宮や、陶板複製名画を1000点余り展示している大塚国際美術館、国指定重要有形民俗文化財かずら橋など多くの観光地に日帰りで行くことができます。夕食時には料理長をはじめとした船内の食事を作るクルーがサプライズで登場しました。普段お会いできない方々とお話しできる素晴らしい機会でした。本日のメインショー、お盆小盆さんによるタップあり、歌あり、もちろん漫才ありの多彩なエンターテインメントショーは、皆様声を大きくしてお腹を抱えながら笑っていました。
ンクルーズのテーマ、思わず笑顔になるイベントの最後を飾る素晴らしいステージでした。最終日、多くのクルーズは朝に入港し、午前中には下船ですが、今回は夕方に入港、下船と最終日もたっぷりと船上生活をお楽しみいただけました。主なイベントとして、世界の海を航海してきた由良和久船長によるキャプテンズトーク、曲芸師香上千四郎による大神楽、三遊亭歌やっこ師匠による落語、アラジンのマジック教室、ビンゴ大会など盛りだくさんのイベントが開催されました。コンクルーズは横浜港出港から入港まで毎日快晴と天候に恵まれ、寄港地観光ではたくさんの素敵な景色をご覧いただけました。豊かな福は笑顔と共にやってくる。おかげさまで8日間のクルーズ中、船内はたくさんの笑いで包まれました。ご参加いただきましたお客様、船内スタッフの皆様、関係スタッフの皆様の心が一体となったクルーズだったのではないかと感じました。また皆様にお会いできることを楽しみにしております。懐かしの客船絵画好評発売中です。詳しくは概要欄をご覧ください。その他、添乗員の声を公式ホームページにて掲載いたしております。ぜひご覧ください。また、Twitter や Instagram などの SNS やメールマガジンを配信中。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。